静岡県の浜松に来ております。浜名湖のすぐ近くですね。もうかなり盛り上がってますけれども、ゆるキャラグランプリ2015の、結果発表表彰式があるということで、今日はその司会のお仕事で来てるんですが、その前に、ボンボン TV の収録をしたいと思います。私の一押しふっかちゃんはですね、見てください、あの人だかりですよ。大人気のふっかちゃんでございます。ふっかちゃんね、今日結果が出るから頑張っていただきたいと思ってるんですけど、他にもキャラさんたくさん来てらっしゃるので、いろいろ回りながらご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。あの子はザーマリンです。あーあー、かわいい。すごい深いお辞儀ですけれども、ザマシのザマリンです。わあ、とってもかわいいね。今日はスカート履いてないんだね。このまま来たの。可愛らしい。これはひまわりですか。綺麗なお花が咲いてますけれども、ザマリンゆるキャラグランプリ自信のほどは。おお、バッチリみたいです。ぜひ結果を楽しみに応援したいと思います。ありがとう。すごいですね。今日はあの現地投票というのがあってですね、この会場で投票するとインターネットから投票するより 1.5 倍の得票数になるということで、現地での呼びかけが白熱しております。ミスターポンドさんだそうです。何を PR してらっしゃる方なんですか。投資信託。投資信託のキャラクター。いや、あ、だからポンドなのか。なるへそ。あ、なるへそですね。ポンドの形でした。ポンドのロゴ、ポンドのマークですね。いやー、リムラという言葉の略が L なんです。 L で、それでここがおひげになってると。非常に紳士的なキャラさんでございました。 ありがとうございます。本当だ、イギリスからお越しになったそうです。見て、イギリスのポンドだぜ。お金のキャラさんですね。やはや、ありがとうございました。じゃあお金に困ったらあのご相談しようと思います。あのボンボン TV という YouTube で流している番組なんですけど、よろしくお願いします。はい、埼玉県秩父市のポテクマくんです。秩父名物のこの味噌ポテトが大好きなクマさんということなんですけど、見せてください。これですね、そっくりですね。味噌ポテトにそっくりなクマちゃん、とっても可愛い。今年デビューしたばかりということで、まだ生まれたてのポテクマくんですので、皆さんぜひ応援してあげてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張ってね。いい黄色だ、大人気です。それでは、こちらは埼玉県須田市のハッピーでございます。よろしくお願いします。ハスという名前が入っている種ですから、このハスの葉っぱとハスのお花をつけたとても可愛い鳥さんですね。可愛らしい。よろしくお願いします。ハスピーゆるキャラグランプリはどうですか。いい感じですか。いい感じということですので、バッチリかな。ぜひ皆さん応援してあげてください。ありがとうございました。ハスの花と葉っぱがついたハスピーでした。ありがとう。綺麗な色ですね。ありがとうございました。こちらは東京都の目黒区のメグロンでございます。目黒を応援する桜の妖精ということですね。この可愛らしいピンク色のね、見て花びらみたいなハートがついてますよ。可愛いメグロンちゃんです。女の子なんですかね。女の子のキャラさんということで、今日は素敵なエプロンも試しになっておりますね。皆さんぜひ目黒は桜綺麗だもんね。目黒のところね、ぜひ皆さん見に来てください。東京都の羽村市のハムリンでございます。いろいろ伺いたいと思いますが、ハムリンのここにお花がついてますね。このお花は何のお花なんですか。羽村市の花の桜だそうです。このチューリップは羽村市で有名なチューリップだったっけ。チューリップ、ありがとうございます。羽村市の有名なチューリップ畑だそうですので、皆さんお花の綺麗な羽村市チェックしてください。ありがとうございます。かわいいね。大町の大間ぴょんです。この富士山がね、頭に乗ったとても立派な、カモシカね、なんですけれども、
非常に可愛らしい赤いほっぺ。実は、オンのぴょんお顔が似てるキャラさんが他にも2体いるということで会場に来てますかね。とちすけとすそのん、後で会えたらご紹介してみたいと思います。オンのぴょんの兄弟みたいなキャラがいますのでね、探しながら会場楽しみたいと思います。ではお写真お願いします。ありがとうございます。